はい、今日もねロケハンしていきたいんですけれども、前回僕がパニックになったロケハンの時あったじゃないですか。顔面にクモの巣、ちょっと待って、変なとこ来た。クモの巣が、もう二度と来たくない。え、こっから行く。知恵知恵、なんかめっちゃ体に触れる。やめて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 、パニックなる、パニックなる。え、どっちどっち。やばいやばい、いやいやいや、わあ焦った。あん時ね、結構ハードに一日動きすぎて、あの日がロケハンして、で夜路上ミュージシャンの撮影行ったんですよ。それでね、もう疲労がやばくて、次の日ね全く動けんかったんですよね。なので今日はね、ちょっと緩めにちょっとロケハンしたいと思います。で夜からまた路上ミュージシャンの撮影になるんで、じゃあね、ちょっとまたマップで紹介していきたいと思います。これ衛星写真見てもらったら分かると思うんですけど、結構ねビーチ点在してるんですよ。バーっと白いところがビーチですね。で前回行ったやばかったところがここっす。このちょびっと出てるところ、ここね、なんとかビーチとか名前ないんすよ。ここね、めっちゃ綺麗やったじゃないですか。ただね、それまでの道がやばかったっすよね。こっから多分歩いてって、で岩場出て、そっからこう歩いてってこう出たと。でここにルート、僕が入っていったとこっすよね。ここら辺で多分諦めて U ターンしていったんですよ。ほんまはここら辺に多分抜け道あるっぽいっすけど、もう多分誰も人通ってないんでしょうね。もう生い茂ってましたよね。ここら辺で多分諦めてますね、僕。ガーって。こっちかな？どっちやろ？二つあるな。で、今日はね、スタートが、この離島から攻めます。ここね。離島。離島の、この辺。ここの、アクア浜っていうところと、名前見えてんのかな？ワンチャン映ってないかもしれないですね。アクア浜っていうところと、ウクノ浜。で、僕はこっちのウクノ浜。こっちかはちょっと見に行きたいなと思ってるんですよ。カフーバンダっていう、なんか、絶景ポイントあるんですよ。ここもちょっと見たいなと思ってて。こんな感じで、ビュースポットがあるっぽいんですよ。こういうところも見ながら、この反対側も行けるっぽいんですよね、この反対側。まあ、行ったところで同じような景色やと思うんですけど、ただここ行こうと思ったら、今見てたのが、こっからこの浜を見てて、で対岸のところですね。ここ行こうと思ったら、この辺歩いていかんとダメなんですよ。隣のビーチも、こういうところなんか歩いていけそうやし、ただね、こういうとこ歩くとやばそうやねんな。ちょっとね、今日はね、できるだけ体力温存したいんで、夜のために。まあちょっといろいろ言って考えてみましょう。はい、井戸です。うわ、すげえ。今ね、着いたんすけど、どうやってアクセスするかが全然わからなくて。すごい景色。ちょっとね、歩いて散策したいと思います。マジで迷路みたいになってて、どう行ったらいいかわからへん。これ下まで歩いて降りるのはちょっときついっすね。行きはええけど帰りがね、
うおーやばーこの景色。はあ、これは綺麗やぞ。すごいぞ。見て。わかるかな、この綺麗さ。やば。めちゃくちゃ綺麗やねんけど。めちゃくちゃ綺麗やけど、めちゃくちゃ危ないぞ。これなぁ、下まで行きたいけど、目的地はこの下なんすよ。行き方がわからん。綺麗！やば。この遊歩道みたいなのがトレッキングコースみたいになってるんですよ。多分下まで繋がってるとは思うんですけど、これ降りちゃうとね、登ってくるのが超大変ですよ。これは一応ね、道路はあるんですよ。つながってるとは思うんやけど、すごいね。ちょっと違う道を探してみたいと思います。はい、カフーバンダっていうところに来ました。絶景ポイントっすね。ナビがなかったら絶対来れないですね、ここは。うお、すげえ絶景。やば。これは綺麗やな。多分ね、景色的にはあの先から撮った方が綺麗ですね、こっちを。ずっと3号章が続いてますね。ここはちょっとおすすめポイントですね。ここは見た方がいいかもな。めちゃくちゃ綺麗です。多分道続いてるんで、多分どっかから繋がってるとは思うんですけど。ちょっとね、ここら辺の道がめちゃくちゃ難しいんですよ。ちょっと一回探してみます。ちょっと見て、嘘みたいなでかい雲おんねんけど。胴体だけで
4センチぐらい、ハリーポッターで出てきそうなやばい雲、めっちゃ毒持ってそうやねんけど。まあまあですね。あっちも道がつながっててコテージみたいなのありますね。これはどうやら目的の対岸のところに来れたみたいですね。ただここアクセスするのめちゃくちゃ難しいです。はい、レンタカーで来ようと思ったら結構大変っすよ。結構馬力ある車じゃないと結構厳しいなっていう。うわぁ、草むらゾーンや。いやー、こんなヘビおったらどうすんの。あかんぞ、今日体力使うつもりなかったのに結構体力使ってんな。映像では撮ってないですけど、ちょっと車遠いところに止めて歩いてきてるんですよね。うわい、ちょ待って、誰も来てへんやん。こんな草生えとってさ、歩いた形跡がないぞ。はい、一番端っこまで来たんですけど、ちょっと絶景ポイントはないんかな。いっちゃん端っこまで来たけど、来たけど何もない。あ、コンクリ、安心のコンクリ。多分そっち行ったら綺麗なんですけど、道がないんですよね。ねえ、歩いて行ける道がない。蛇が怖い、マジでマジで蛇が怖い。あっちなんか行けそうな感じはあるんですよね。でもそこも草むらがやばい。バッタがえぐい。大丈夫、この辺水路とかない？え？行けんのこれ？いけるやつ。え、だいぶ怖いねんけど。多分ここ行ったら綺麗なんでしょうけど、無理やな。タイさん、春山 U ターン。ちなみに俺めちゃくちゃ心拍数上がってるんで。うわ、怖っ。いやー、もうそこ行ったらな、絶対綺麗やねんけどな。ちょっと行き方が分かんないですね。あの先っぽがさっき僕が行ってたところなんですよ。あっこが絶景ポイントで、いや、どっかいいポイントはあるんやろうけど、道がないっすね。はい、車まで戻ってきました。やっぱめっちゃ汗かいた。いや、こんな体力使うはずじゃないねんって。今日はセーブしていくつもりなんですけど、だいぶ使ったなこれ。よし、次行こう。はい、続いてはアクア浜っていうところに来ました。ここはグランピング施設があるところです。これ全部グランピングですね。営業してんのかな。なんか人がいる気配はゼロやけど、営業してない可能性大やな。はい、
多分誰もいないんでいいと思いますけど、こんな感じで誰もいないですね。グランピング流行ったけど今はもう流行ってないかな。人の気配ゼロ。あ、でもあれですね、この海藻が打ち上がってると塩臭くなるんですよ。塩の匂いがすごいっすね。多分今のグランピング施設も営業してないですね、こんだけ汚いと。クリーニングしてないんで。でもだいぶ綺麗ですよ。どうしてもね、やっぱね、アクセスしづらいんですよね、ここ。海とかめっちゃ綺麗なんですけど、やっぱアクセス悪いですね。岩場ゾーンです。すごい。迷路みたいになってます。うん、微妙やな。あの、撮影するとしたらロケ班としては微妙っすね。ロケ地としては。しかも結構波もきついんで泳ぐの危ないと思うんですよ。ここ離岸流とか発生してるんちゃうかな。映像で見えますかね、あそこ波立ってるでしょ。で、向こうも波立ってるでしょ。この間波立ってないでしょ。多分ここから離岸流で沖に流されると思うんですよ、向こうまで。多分ね。で、ここ遊泳地としては危ない気がします。はい。この岩がすごいな。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗やけど人は誰もいません。ほんまになんか太古のまま残ってるって感じはします。人が手つけてない感はすごくある。綺麗やね。でもここはないっすね、ロケ地としては。っていうことで、でも時間も結構なんで、なのでこのまま帰宅の可能性が高いです。で、夜から路上ミュージシャンの撮影っていうことで、次の動画になってる可能性もありますし、またどっか行ってる可能性もありますけど、ここの場所はここで終わりです。バイバイ。はい、結局ね、一番端っこの島の多分池江島っていうところなんですけど、そこに来ました。こんな感じですね。泳いでる方もいますね。ビーチっぽいところはないんかな。こう見るとところどころ砂浜あるんですけど、ゴツゴツしてますね。全部向こうの方見えるかな。うん、砂浜ではないっすね。岩場というか、こっちの方はね、全然観光客いなくて静かっすね。気持ちいい、マジで。こういうところがいいっすよね、沖縄来るんやったら。静かなとこが。
ただやっぱこっちの方は波がきついっすね。波きつめ。泳ぐには適してないっす。